お願いします。今回は1回目の投資で日付が近づくにつれなんかいろいろ出てくるんだろうなと思うので極めかじめ頑張りたいです。はい、じゃあ、これポンちゃんのステージサイズと一緒になります、はい、でここがフロアだと思って BG をここでやってください。で階段はこれ本番を稼働するので2つしかないのでまあブルブル向けが使えないそれ以外の時は外にあるっていう認識でちょっとお願いします。じゃあ大丈夫ですか。はい、はい、お願いします。初めての投資をして思ったことが、こう衣装の早着替えとかがすごいちょっと大変だなと思った点がいくつかあって、でもなんとなく空気感とかがつかめてすごい良かったなって思います。終了前、9、8、7、6、5、4、3、2。久しぶりにこうやって歌って踊ってってやってやっぱりそのこの前やった時に比べ体力が落ちちゃったのでちょっと頑張ろうと思いました。 MC もっと盛り上げられるといいね。なんかでもさ画面越しだからさなんか伝わらないっていう部分もあるじゃん。たまにちょっとさやっててもさあれあれみたいな。そう初めてパフォーマンスしたけどその前今撮った写真は、私たちの、モバイルファンクラブというのがありまして、そこで、抽選で何名様にプレゼントさせていただきます。まだできてないところとかが分かったのでそこを直して完成形に近づけていけたらいいなって思いました。最初はなんか自分うまくいくかなってすごい不安だったんですけど、1回目にしてはすごいみんなすごく頑張ったなっていう感想です。フォーマンス自体は逆になんかそろなんかちょっと余裕ができたんですよ。いい感じになったと。チアパネの時よりも自分たちなんか成長したなっていうのをなんか実感した。まとまってる。そう、なんか気持ちが一瞬になったっていうか、すごいみんなが同じ気持ちで取り組んでる感じが、今日リハーサルでも感じて、全員が周り見れるようになった、掴めてきた気がする。みんなの統一感が、今回初めてだけど、なんかしっかりできたらなと思います。そうだね。
映像だけになります。で、この時にもユズはスタンバイしとくと、センターに。はい。ここがポーズしてもらって、映像が出てくる。で、一人ずつ映ってるのが2:8になって、この間にももかとスイッチします。手をかざすタイミングは、映像との関係で、ちょっと現場でどのぐらいで出した方がいいかっていうのは、現場しかわかんないみたいな。今日は立ってポーズするだけで大丈夫です。ポンってしたらその球が、元気だみたいな。あとか言った一回音でなんとなくちょっとやってみます。はい。
16歳です。これからもガールズガールズとして頑張っていきます。そしてクレアを一生推します。イエーイ、おめでとう。Yeah.